こんにちは、福井のセレクトショップディスカバリーです。今日はサンディニスタの、ダンボールニットのポケットロングスリーブ T シャツを紹介します。サンディニスタっていうのは、東京のブランドですね。日常的に使いやすいカジュアルで、ストリート感もありつつ、普段の人も上質なカジュアルウェアを使っているので、幅広い年齢層に人気があるブランドですね。これは、最初名前があってダンボールニットってそれを使ってますね。ダンボールニットって何かっていう人結構多いと思うんですけど、ダンボールってこう実はこういう組織状でこう三角形のこういう空気の層があるんですよね。ダンボールって切ってみれば分かるんですけど、それと同じような組織で作ってるんで、これもこう中に空気があるような組織になってます。分かりやすくてどうですかね。スポンジみたいなというか、あとウェットスーツみたいな、海潜るときにこう着るようなウェットスーツみたいな、こうふわっとした生地になってます。手触りとしては、ちょっと厚手の T シャツっぽい感じなんですけど、ちょっとふわっとしてて、ニットようなこう伸縮性もこういうちょっと伸縮性もあるので、動きやすい、すごく最近ね、こういうね柔らかい素材、日常使い、家着でも着れるような素材っていうのは結構注目されてるので、結構ね、実は触ってみると、ああこれかみたいな感じの、ね、素材だと思います。こんな感じで動きやすくて、薄いスウェットというか、厚手の T シャツというか、それぐらいのイメージで捉えてもらえればいいと思います。シルエットはですね、これ、SML の3サイズ、これ L サイズです。170cm、60kg で、僕だと M ぐらいが適当なので、ちょっと L で、ゆったりめできてます。この辺は好みになると思うので、好きな感じで選んでもらえばいいと思います。見ての通り、肩幅、この袖幅、身幅はかなり大きめです。それに比例、反比例して、手の長さと着丈までそんなにめちゃめちゃ長くしないんで、こんな感じでね、だらしなくならないですよ。こう、ゆったりしてるように見えるんですけど、こう、だらっとならないっていう。こう今、ほんとこう、リラックスで着れる服がすごく人気なので、リラックス感があるんですけど、だらしなくならないっていう意味では、すごく使いやすいアイテムになると思います。特徴としては、名前にもあるようにこれポケットがあります。左右の脇にね、縫い目にするとポケットがあるんで、これで結構便利です。結構ね、当店のこういうカットソーとかスウェットとかね、こういうポケットがあるやつを僕多めに選ぶんでね、結構ね、これがないと物足りないみたいなお客さん多くて、一回ね味わっちゃうとね、やめられなくなると思います。あとね、裾にね、これゴムが入ってます。こう左右にこう1本ずつゴムが入ってます。こんな感じ でここちょっとね、こう絞ることができるんで、これを絞ることによってちょっとシルエットを変えることができるっていうのが結構ね、便利な仕様ですね。ちょっとこう形が変わるとね、イメージ変わるんで、どうですか、ちょっと変わりましたか。結構ね、こういう感じだけでも、ね、雰囲気変わるんで、なんかいろんな着方を楽しめるっていう意味では結構ね、面白いアイテムだと思います。で T シャツ用ような側面もありつつ、ニットの側面もあるんで、なんかこうゆったりしてるんで、中にこんな感じでシャツとかを合わせてもらっても、すごく映えるんで、当然1枚でもいいですしって感じになりますね。ちょっと回ってみましょう。こんな感じですですか。はい、こんな感じになります。お値段の方が、税込みで15,400円になります。一応、色違い、ネイビーと、オリーブかな、カーキかな、ちょっとこう緑っぽい感じの色の2色展開になります。はい、以上、今日サンディネスタの、ダンボールニットロングスリーブ T シャツポケットシリーズを紹介しました。ありがとうございました。